歩む道もなりたい姿も全部自分自身で決めるの。誰も私に指図なんかできないわ。絹のような弱さね。誰もいないわね。誰がお金払ってると思ってんのよ。つまり私たちが払ったも同然よ。シュークリーム作ろうと思うんだ。そこじゃなくて、ねえ、彼私のこと名前で呼んだわ。どうでもいい。このアホにバカな真似をして、あなたは私の言うことだけ聞いてればいいのよ。ちゃんと回復限界も計算してるから、私の言う通りに動いてれば絶対に安全だから。それにしてもいつ先輩がジュリエットだなんて。別に笑ってなんかないですよ。ただキモ、なれなれしくすんな。喋んな、ムカつく。バカじゃん、うっさい。なんかムカつくの。わかったような口聞くな。ビーだ。うん、頑張ってね。私もアスナさんに会ってみたいもん。いいよ、私こう見えても結構子さんなのよ。まあともかくお礼を言うわ。助けてくれてありがとう。私はリーファっていうの。聞くわけないよね。悔しい。あんな小さいギルドに何度も何度も。しかも最後のメープルの何なのあれ。あんなの存在自体が反則だよ、反則。わあ、これ、あの夜の私の失態が。実は私さ、ポイントを使いすぎちゃってマジで金欠なんだよね。でもあれはさすがに。あのさ、我慢できない子がいるからって話をしてんの。誰がこんなことをしたわけ？うちらのクラスに裏切り者がいるってこと？火事なんて起こすんだから、それってもしかして。